かけらを見てくれ。30個なんかお詫びとかでめっちゃ石もらったから30個になったわ。お詫びとあと今のサマーのミッションとかクリアしてなんとか30個貯めたんで、この30個で引くガチャって言ったらあれしかねえよな。今来てるやつだよ。サードシーズン開幕直前オールスターステップアップガチャ。これね、 S ゴマはそんなにめちゃくちゃ欲しいってのないんですよね、実を言うと。まあ、強いて言うなら、まあ、能量2個と、まあ、一番この中で欲しいのは竜の S ゴマニューイヤーミネラ、こいつが欲しいぐらいで、まあ、めちゃくちゃ欲しいってコマは S にはないんですよ。ただね、 A ゴマに俺が取り残した A ゴマがいて、それが前にいるんですけど、俺ね、このはじけた夢ユエファ、これな持ってねえんだよな。なんとかユエファだけは当てたいっす。これね、俺持ってないんで、なんとしても当てないとダメですね。このなんだっけ、エイプリルフールかなんかのキャラですね、最近なんですけど、俺こいつだけがね全然出なくて諦めてたんですが、やっと再録された。でなわけでね、こいつを狙って俺は10連を引きたいと思います。もちろんね、ミニエラも欲しい。ミニエラ、あとは能量2個、ハロウィンアリス、この辺は持ってないんで、まあ、止まったらねもう万歳ですね、もう最高。まあ、ちょっとね、サードシーズンもあるんで今回はこれは課金はしませんけども、10連だけせっかく貯まったんでね、この無課金の人の気持ちも考えながら、この貯めた大事な大事なかけらで引いていこうと思う。いくぜ、頼む、 A ゴマいっぱい出てくれ。 A が欲しい、 A が欲しい、 A ゴマが欲しい。こればっかりはそんなに虹出ても嬉しくないかもしれん。 A だ、来るか。うわー、音鳴った。虹もありますね。これでミニエラも当たるとまあいいですけど、 A ゴマ少なくね。頼む、ユエファ。ねー、これ普通のクイナだろう。いや、アイドルクイナか。アイドルクイナ3匹目いらね